とうございます。こんばんは。ハートもありがとうございます。あ、生き返った。こんばんは。お疲れありがとうございます。皆さんも今日一日を乗り越えてお疲れ様でした。今日という一日を乗り越えられたこと、とっても素晴らしいですね。初見の方ありがとうございます。こんばんは、はじめまして。短冊ありがとうございます。スイカもありがとうございます。あ、スイカありがとうございます。私最近スイカ食べたいんだ。スイカジュースありがとうございます。キラキラもありがとうございます。ハートもありがとうございます。短冊ありがとうございます。かわいいもありがとうございます。だるまもありがとうございます。あ、スイカありがとうございます。スイカ食べたいんだ最近。でも私絶対スイカアレルギー、私ウリ科アレルギーなんですよね。ウリ科だっけな、桃とかさ、メロンとか。短冊ありがとうございますやばい、どよめきが起きてるいや、きゅうりはいけるなんかあるじゃん。短冊ありがとうございます。でも結構アバウト、かぼちゃはいける結構アバウト。なんて、なんか変なとこにラメ塗ってる。お、そう、喉がしょろしょろする。わかるわかる、喉がね、喉に違和感を感じる。唇だな、唇の端のところにがめっちゃ痒くなる。キラキラありがとうございます。うちの犬スイカしか食べないそれはね、スイカを与えてしまったが終わりですね。でも私もともとバナナが一番ひどいアレルギー反応が出てたんですけど、いつの間にか治ってた。短冊ありがとうございます。短冊ありがとうございます。あと小さい頃になって今治ったのはマグロとチーズ。よかった。本当にそれ食べれなかったら本当に私人生に価値を見出せなかった。短冊ありがとうございます。バナナ色のサイリウムありがとうございます。キラキラありがとうございます。私割とアレルギー多いと思うな。砂糖巻きだいぶ落ちたね。でも私会場に着いてからこう、あの汗で落ちちゃって、でも巻き直したんです会場でも。まあ私でも私めっちゃ巻き取りやすい方なんですけど、これだけ持ってれば合格な方だ。エビカニアレルギーや、それはつら。海鮮は、あ、大丈夫だ。引きで見たかった本気いいんだねそれで。あ、でも私今日、ま、髪型変えようと思ってたのに忘れてた。ずっとおろしだったな。
でもね、今シーズン、なんて言うんだろう、短冊ありがとうございます。今期めっちゃね、ワンピースてかお洋服買ってて、なんかお出かけワンピースみたいなのいっぱい買っちゃって、聞き入れるかわからない、おしゃべり会で消化できるかわからない。やっぱおしゃべり会ってなんか私服以外にも着るじゃないですか。だから消化できるかわかんない。でも10月以降もあると思うので、まあいっか。でもさ、今日着ようって思ってたワンピースがね、今日着ようと思ってたワンピースはこれだったんですけど、でもつい最近さ、花火じゃないな、あの鑑賞会の時に私服で着ていったんですよ。鑑賞会自体は浴衣の太陽があったんですけど、でもその後にショールームをした時にこのワンピースを着てしまったんですよ。だからこのワンピースを着た私をもうすでに皆さんは見てるじゃないですか。でそれが1週間くらい前の話で、だから違うワンピースにしたいなって思ってたんですけど、ずっとショッパーに入ってたお洋服があって、あ、これ着ればいいじゃんと思って今日出してみたんですよ。そしたらめっちゃシワついててやめた。結局これにしちゃった。めっちゃシワついててショックだった。一回洗濯しようって思ってこれになりました。だから新鮮味がないかもしれないけど、でもこの色っていうか、この服めっちゃ盛れるんですよね、顔もスタイルも。だからいいね、めっちゃ顔盛れない？これ、そんなことない？音大先輩いや、その偏見わかるかもしれない。でも前ね、みゆみゆに誕生日プレゼントでイヤリングをもらったんですけど、そのイヤリングが大人っぽいイヤリングで、こういう感じのくすんだ系の色のやつで、それを合わせようって思ったんですけど、そのイヤリングにめちゃめちゃ合うワンピースを見つけてしまって、だからそのワンピース着るときにミュミュのイヤリングつけることにしたんです。これはみつこさんからいただいたイヤリング、ゆなこのママ。でもイヤリングってさ、おしゃべり会してると取れてきちゃうんですよね。なんかこうさ、なんていうんだろう、おしゃべり会って結構こうアクティブに動くからなんだろう、身振り手振りみたいなさ、おしゃべり、なんか皆さんが想像しているおしゃべり会と私が実際にしているおしゃべり会って一致してるのかわからないけど、なんか結構アクティブに動くんですけど、その衝撃でイヤリングが落ちていっちゃうんですよ。だけどさ、イヤリングが例えばこう落ちてさ、あ、イヤリング落ちたみたいになってさ、でもさ、なんか皆さんのっていうか、そのファンの方のお話聞きながら、うんみたいな感じでやってたらさ、ちょっと態度悪くないですか？わからない、そのファンの方がどう受け取るかわからないけどさ、ちょっと態度悪いみたいなの思いません？
うん、あそうなんだ、ええー、みたいなさどう思う、なんか私態度悪いって思われるのが怖くてつけられなくてだけどなんかそういう時に限ってこうなんか止まらなくて人のこうなんて言うんですかこうご来場者が止まらなくてつけるタイミングなくてみたいな、でいつの間にかその分終わってるみたいな、あし本当自然な感じで、いや逆に本当じゃあ一回これから断るね、ごめんイヤリングつけるわみたいな、でもさなんかよくよくこう考えてみてさ、なんかこうおしゃべり会してるとさ周りの声めっちゃ聞こえるねみたいな言われることもあるんですよ、やっぱりみんな同じ部屋でさやってるから、大きい広い部屋でさみんなで一斉に画面に向かって喋ってるからさ、こう私とお話ししてる方でも他のメンバーの声が届いちゃったりするんですけど、そうでも私こう冷静になって考えてみてさ、私声でかくないって思って、なんか割とみんなさそれなりのこう声量なんですよ、それなりのっていうか抑えてるっていうか、なんか私だいぶでかくないって思い始めて、初見の方ありがとうございます、帰りにはかなわない、帰りはめっちゃでかい、帰りがぶっちぎり、帰りが隣にいるとあ今日帰りちゃんいるでしょって言われるでも私さいや絶対声でかいと思うの、しかもさこうめっちゃもうさ相乗効果っていうかさなんて言うんですか、こうイヤホンしておしゃべり会をしてるじゃないですか、ご飯の方の声が直に届くようにぶち切りの相手してます、逆にね、でそれでさそうだからイヤホンしてるじゃないですか、でイヤホンしてる時ってさなんか声が大きくなっちゃうじゃないですか、それってさなんだろうイヤホンの中から届く声と外から聞こえる声に大きく返しちゃうのか違うかわからないけどさ、なんていうのイヤホンしてる時にさ外側からのこうなんて言うんですか、外側から話しかけられたらめっちゃ声大きくなっちゃうじゃないですか、それに対してのなんかそういうのもある気がして、だけどなんて言うんだそれでまたみんながどん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 大きくなっていくじゃないですか、周りも私もみたいな、大変だよねっていう話、まあでもしょうがないよね、握手会よりはでも結構そんなことないか、握手会ってどんな感じだったか忘れちゃったけどさ、まあそれもおしゃべり会の醍醐味だと思って受け入れてくださったら嬉しいです、懐かしい握手会、なんかさおしゃべり会ってさなんかプツって終わるんですよ、おしゃべり会って
この人がラストですとか分からなくて、急に気づいたら終わってるんですよ。お疲れ様でしたみたいな画面が出てきて。だけど握手会ってさ、結構あとどのくらいの人数の方が並んでらっしゃるかとか分かるじゃないですか。なんか急に寂しくなる、なんか虚無の空間みたいな。でもみんなもそうなのかな。握手会だったらまだゆめちゃんがこの場所にいるけどみたいな。おしゃべり会だと急に画面からいなくなって、家には俺一人みたいな。短冊ありがとうございます。そう思うのかな、みんな。私はそう。テンション上げきれないもんだよ、本当。終わった瞬間現実に戻る。スンってなる、やっぱり。ね、聞いて、今日もさ、オムライス食べたんです。終わったら淡々と片付け始める。渡るじゃない、わかる。私もさ、なんかこう、なんていうの、軽食でさ、お菓子置いてある時ってあるんですけど、今日お菓子置いてあって、一応こう始まる前にハッピーターンとかチョコアルフォートとか持って自分の机に帰るんですよ。いつか食べようって思って。でだけど食べる時間なくて、気づいたら終わってて、おしゃべり会そのままバッグ入れて帰る。ただのお菓子泥棒してる私。でも今日は、昨日はネギトロかビビンバじゃなくて、ネギトロか、なんだっけ、あれなんて言うんだっけ、ロコモコ丼かオムライスだったんですよ。かっこいい、ありがとうございます。かわいいも、ありがとうございます。今日はオムライスか唐揚げハンバーグだったんですよ。だるま、ありがとうございます。究極の選択だなって思って。私普段ならば必ずその2択だったらばオムライスを選んでるんですけど、でも昨日オムライス食べたじゃないですかって思って、ここはハンバーグ、唐揚げハンバーグかなみたいな。だけど圧倒的に私はオムライスのが好きなんですよ。でも昨日食べたんだよなって思って、だけどやっぱりオムライスが食べたくて、いや、だけどやっぱりオムライスが好きで、一回寝かせたんです。音符ありがとうございます。で、似合う、ありがとうございます。オムライスが似合うってこと、あの唐揚げハンバーグのお弁当が残り2つで、オムライスがあと1つだったんですよ。これはもう運命に身を委ねようと思って、それから10分間写真を撮りに行ったんですよ。でこれで売り残ってた方にしようって思って帰ってくるじゃないですか。もう誰も手をつけてなかったんです。オムライスも残ってるし、唐揚げハンバーグも残ってるし、だからオムライス選びました。でもなんかねサイズがね、なんか
昨日のオムライスとちょっと違って同じお店なんですけど、なんか昨日のオムライスはこう楕円形だったんですけど、なんか今日のオムライスすっごいまん丸だったんですよ。なんか最初食べかけかと思ってあれって思って、しかもめっちゃなんか、まあ、移動で偏っちゃってたっぽくって、めっちゃ左側に偏ってて、しかもまん丸で、多分偏ってなんかこう形が崩れちゃったのかなって思うんですけど、あれって思って、で春もオムライス食べてて、春のオムライスを覗き込んだらまん丸なんですよ。なんか春のオムライス形おかしくないって言ったら、私のオムライスいじめないでって言われた。ハートありがとうございます。でもオムライス美味しかった。サイリウムありがとうございます。私最近オムライスブームかもしれない。今までカレーブームだったけど、でもカレーは好きだけどオムライスも好き。私許せなかったことがあって、オムライスだと思ってこうスプーン刺したんですよ。そしたらさ、白飯だったんです。っていうことがあって、一回なんか白米に焼き卵かかってケチャップかかってるだけみたいな、それをオムライスと言っている。いや、オムライスって書いてなかったかもしれないけど、一回お弁当でそれがあって、えって思って。意味わかんなくないですか。一回それあった。天津飯でもないおなんぐらい、オムライスのおみたいな、あれ一回ちょっと許せなかったな。あれね、ちょっとムライスはどこへ。ムライス旅に出た。あれだけはどうしても消せなかった。どうして私がこんな惨めな思いをしないといけないんだって思いました。卵かけご飯、いや、それなら生卵つけてくれてた方がいい。だるまありがとうございます。短冊もありがとうございます。そっちの方がまだ清々しい。だってもうそれはさ、オムライスに擬態した何かじゃないですか。だってさ、オムライスだと思ったならば、もうそれはオムライスですよ。短冊ありがとうございます。短冊ありがとうございます。だるまありがとうございます。それならね、ただの白米に
生卵つけてくれた方がまだ、あ、今日はそういう日なんだみたいな、ちょっとまだちょっとカツカツかなみたいな。ショックだったな。眠たくなってきた。眠たい。あ、花束ありがとうございます。短冊ありがとうございます。でも明日さ、本当に驚きの早起きなんですよね。驚きの早起き。だからちょっと何時に終わろうかなって感じ。ファイト、ありがとうございます。眠たくなってきたね。あ、ばばばー、ダメだ、眠たい。でも私まだ今日起きてから10時間しか経ってない。先ほどダメなんですよ。ハートありがとうございます。なんか長く寝たら寝ただけ眠たくなる。スイカありがとうございます。でも短い睡眠はそれはそれで日中眠くなるじゃないですか。だけど長く寝た日は夜、こう普通に夜になると眠くなる。ハートありがとうございます。だからまあ結論、眠たい。ハートありがとうございます。どうして眠たいんだろう。なあ、ハートとキラキラありがとうございます。なんか眠いって何ですかね。なんで眠、なんてどうしたら眠くなるんだ。睡眠欲ってどこから湧いてくるんだろう。ハートありがとうございます。昨晩楽しみすぎて寝れなかったので。私もね、それはもう遠足前の小学生やん。ありがとう。やばい、ちょっとゾーンに来た。かわいい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。爪かわいいでしょ。これ過去一お気に入り。これめっちゃスタッフさんに褒められる。過去一お気に入り。だるまありがとうございます。スタッフさんがね、めっちゃ SNS を見てくださって、結婚してとだるまとキラキラありがとうございます。
そうインスタに私けなげにさハッシュタグサロンゆなこってつけてるんですけど、キラキラありがとうございます。スタッフさんがえこれサロンゆなこでしょって言ってきて、あサロンゆなこですインスタに書いてたから見た。キラキラありがとうございます。そんなに見られてるなんて思わなかった。だからスカウトしておきました、サロンヨナコの。なんだお客様にいかがですか。サイリウムありがとうございます。違うんだ、私常連客じゃなくってキャスト。あの私どちらかというと従業員の方なんですよ。だからシャワリも効いてるの。1週間に1回変えられる。私がさパーツ、可愛いパーツを見つけてメモ代わりにユナコに送ったんですよ。そしたらそれ買ってくれてた。だから現金払った。もはやなんか親かと思ったよね。送ったやつ買ってくれたみたいな。ペイペイじゃないのね。ユナコペイペイやってないの。ユナコが何一番さ、なんて言うんだ、なんかレストランとかでさ、まあ、会計まとめて払って後で払うみたいな、自分たちで払うみたいななるのって、まあユナコが一番確率高いじゃないですか。その人がさペイペイしてないからすっごい不便なんですよね。レナは受け取ってくれないし。だけど最近なんかさ、なんかなんていうの、ペイペイでさ今まではこう受け取り拒否とかできてたんですよ。だけどなんか最近なんかもう強引に受け取らせるシステムになったのかな、わかんないけど、だから強引に送ってる。おしゃべり会と通称とかどちらがおすすめですか。でも初めてだったら通称とかかもしれない。おしゃべり会はなんだろう、まあ画面越しじゃないですか。だからそういうなんか温度感みたいなのがなんかこうリアルにこう対面するよりは伝わりにくいのかなって思うので、でもまあどっちも試してみて肌に合う方みたいな。でも本気で初めてだったら通称特会がおすすめかもしれないです。今までおしゃべり会で握手会一回行ったことあってとかなら全然おしゃべり会でも、でも全然初めましての方でおしゃべり会の方もいらっしゃいますし、全然自分が好きな方を選びなされ。でもあれですね、おしゃべり会のいいところは交通費がかからないこと。どこでももうお風呂以外なら
お風呂とか以外ならどこでもできるんで。初見の方ありがとうございます。だるまありがとうございます。おしゃ、え、温泉からおしゃべりかやったけどバンされなかった、どういうこと？え、今温泉みたいな、そういうこと？強心臓すぎない？だるまありがとうございます。で、対面のいいところは私の本当の顔が見えるところ。かっこいい、ありがとうございます。やっぱりさ、ショールームとかさ、写真とか動画とかさ、自分の漏れ顔を意識してしまうじゃないですか。だけど対面だったら私が本当に生きてるかどうかわかるし、私の本当の顔がわかるし、私のブスな顔も見れるかもしれないし、頭のサイズとか身長とか、そうだよ、これはAI が作り出してるものかもしれないし、それがオフラインのいいところ。そう、顔が 3D。 私も初めてロッチさんを見た時に、なんかロッチさんのところだけなんか二次元に見えた。なんか 3D じゃなかった。なんかもう画面で見る人すぎて、なんか本当に立体感がなかった。なんかこう触ってみたら真っ平らそうみたいな。でもロッチさんは存在していました。眠たい。こちらのお腹も 3D なのが困る。待って、最大のデメリットはそこですか？確かにオンラインだったら顔しか映らないから、まあ確かに体がどれだけポッコリしちゃってもバレないけど確かに
おもろ、おしゃべり会でめっちゃめっちゃ痩せてそうな顔の人が実際見てみたらめっちゃぽちゃりさんだったみたいな。サイリウムありがとうございます。ギャップ萌えや知らんがな。ツーショット撮影会までに痩せよう、めっちゃアイドルみたい。おもろ違う、私のねボディービルダーしかいないからみんなムキムキ。ツーショット会までにハート作る練習したけど、それはできるでしょ。ハートは難しい大丈夫、その時は今一人でハート作ってあげる並んでる時筋肉とかはどういうこと、もうすぐおしゃべり会だねみたいな、そういうこと、意味わかんないから。なるほどね、こういうことね、ハートがなるんか。でもさ、私小指なんかさ他の手に追いつかないんですけど、小指柔らかい人っているよね。なんか私小指が他の手に追いつかない、他の指に追いつかない。なんかこうか、なんか分かる、言いたいこと、小指が追いつかないの。こうやってやるね、じゃあ。これな、ジョールデイズだ。でも、たぶんなんでいったよ。小指短い、まあでも人並み、人並みだと思う。短いね。中指長い、確かに。なんかさ、人差し指と薬指でどっちが長いと
男性的とか女性的とかあるじゃないですか。それってさ、裏側持ってっかで長さ変わんない？今手の甲だとさ薬指の方が長いけどさ、手のひらから見ると人差し指の方が長いんだけどさ、それどっちの方を優先させればいいんだと思う？みんな知ってる？なんかさ、薬指が長いか人差し指が長いか論争みたいな。まあ割とどうでもいいんですけど、でも私それで一生悩んでる。果たして私の手はどっちから見た方が本物なんだろうと思って。手の甲から見たら薬指のが長いけど、手のひらから見たら人差し指のが長い。え、みんなそんな違う？見て、こっちだと薬指長いじゃないですか。こっちだと人差し指の方が長い。こっちから見ると薬指の方が長い。不思議。手の甲側、あ、そうなんだ。手の甲だったら薬指だな。爪可愛いでしょ。これすごくない？このこれ薬指、これ湯の子が丸くね、このボールチェーンで縁取って中にザクザクのラメラメ入れてるんです。すごくない？でも今日ね、パーツが一個取れちゃったんです。だから今度パーツ取り付けに行く。でもパーツ取り付け500円かかるんですよね。でもシャワリだから無料です。いや怖いよね本当に。絶対お金取った方がいいよってみんなに言われてる。本当に一回6000円取った方がいいと思う。でも趣味なんですって。眠たい。ちょっと10時半に終わろうかな。今何時だろう。あの時計は10時19分、でもあの時計4分くらいずれてるから今多分10時23分くらい。かわいい、ありがとうございます。あ、10時20分21分。あれ、じゃああの時計、え、治った？眠たい。うん、眠たくなってきたね。じゃあ10時半にやめまーす。そう、明日とっても早起きなの。お疲れありがとうございます。かわいいもありがとうございます。眠たくなってきたよ。もう眠たくなってきた時って何も考えられないよね。本当にそう思う。
あ、なんか見てる。やばい、今日何回首したかな。最悪な問いかけ。あー、もうキラキラありがとうございます。でも多分明日も配信すると思う。多分お疲れありがとうございます。はやい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 や、短冊ありがとうございます。小判もありがとうございます。ダメだ、何も考えられない、何も考えられないぜ。でも今日明日のね、朝ごはんはもう決まってるんです。明日の朝ごはんは発表します。おにぎりと豚汁とパイナップルです。オムライスじゃなかった。星ありがとうございます。明日は朝ごはんを絶対に食べたい日なので、朝ごはんの時間を取ります。あー、この間さこの間さ、お昼ごはんでさ、なんかエビマヨ、エビマヨツナおにぎりみたいなのと唐揚げを食べたんですよ。唐揚げを買ったんですよ。でさ、めっちゃ油してて、その日一日中具合悪かった。私しかもめっちゃ夏場、絶対夏なんて絶対私梅干しのおにぎりがいいのにさ、その日梅干しのおにぎりがなくて、一番美味しそうだったのがエビマヨツナだったんですよ。めちゃ油だった。私レナの次に EOI 自信ある NGT で、みんな気をつけな。昆布もいいな。でも最近ね、クリームチーズおかかみたいなおにぎりがあって、最近もう見なくなっちゃったんですけど、1ヶ月くらい前にあれ美味しかったな。でもおにぎりの話してるとさ、ユニット公演初日を迎える前のリハ期間を思い出す。なんかユニット公演のリハって全部自主練扱いで、なんかご飯とか一切出なくて、1日12時間ぐらいレッスン場にこもってるのに、ご飯も水もなくて、お家でおにぎり握って水筒持ってレッスン場行ってたの思い出す。そう、しかも自力で行かなきゃいけなくて、めっちゃ暑い中頑張ってたな。今めっちゃ切ないこと思い出しちゃった。
1日12時間レッスン場にこもる生活半月続けてた。で、自分で構成も考えて、セットリストも考えて、ダンスも振り起こして、切なくなってきた。ハートありがとうございます。あの時が一番大変だった。でもそう、もうそれを乗り越えたから、もう何でもできると思ってる。だってさ、おしゃべり会の前日に確かなんかゲネプロみたいな、ゲネプロではないけど、なんかそういう投資リハみたいなステージで本当にやるリハーサル、最終リハみたいなのがあって、3公演すべてその日に仕上げなきゃいけなくて、しかも1日の中でその3公演の投資リハやって、その後、あ、思い出した、おしゃべり会の日だ、おしゃべり会、平日のおしゃべり会の日に3公演の投資リハがあって、それからもうなんかもうメイク時間もあんまりないまんま、おしゃべり会場に向かって、だから車両の中でメイクしてみたいな。で、その翌日に初日で4公演やって、その翌日にも初日の2公演やって、私もうそれを考えたらもう何でも乗り越えられる気がする。かっこいい、ありがとうございます。ちょっと胸が切なくなってきた。かっこいい、ありがとうございます。もう何でもできるわ。サイリウムありがとうございます。ということで、今何時だろう、よいしょ、あ、もう半だ。それでは、そろそろ終わらせていただきたいと思います。こんな切ない話で終わっちゃった。だから、マジで何でも乗り切れる。何でもできる。その経験があって。ね、当時の自分にいっぱいハゲンダッツとサーティワン買ってあげたい。それではランキング読ませていただきたいと思います。それでは第13位、沼津アットマークよかよかの人さん、ありがとうございました。また来てね、一緒に早起きしようね。第12位、クニーさん、ありがとうございます。今日はどうもありがとうございました。またお待ちしております。おやすみなさい。第11位、たむひろアットマーク、おしゃべり会楽しかったよさん、ありがとうございます。こちらこそ、聞いていただいてありがとうございました。またお待ちしております。またねー。第10位、まゆ、ツーショット会で会いましょうさん、ありがとうございます。ってことは月末かしら、よろしくお願いします。きっと暑いと思うので、暑さ対策しっかりしてきてください。ありがとう、お待ちしてます。またね。第9位、ヨッタさん、ありがとうございます。今日はありがとうございました。また会いに来てください、お待ちしてます。
第8位、エムデンアットマーク、忙しくて久々に見たらやっぱ可愛かったさ、ありがとうございます。どうも、じゃあ今度は久々に会いに来てください。ありがとうございました。またね。第7位、東郷さん、ありがとうございます。今日はどうも来てくださってありがとうございました。ゆっくりお休みください。おやすみなさい。第6位、てっちーさん、ありがとうございます。今日もありがとうございました。またお待ちしておりますのでよろしくお願いします。第5位、チューバーかっこ今期のお社会もよろしゅうです、ありがとうございます。こちらこそ末永くよろしくお願いします。ありがとうございました。またお待ちしてます。第4位、なんちゃんさん、ありがとうございます。今日もどうもありがとうございました。またお待ちしております。おやすみなさい。第3位、キムさん、ありがとうございます。皆さん、この方、このメンツの中で今日はいらっしゃらなかった方です。ありがとうございました。またお待ちしております。おやすみなさい。第2位、すなまじりさん、ありがとうございます。今日は聞いていただいてありがとうございました。ゆっくりお休みください。ありがとうございます。おやすみなさい。そして第1位、テルマ片口アトマーク、ゆめちゃんのおしゃべり会最高な、ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。またお待ちしております。よろしくお願いします。本当に皆様ありがとうございました。ん？変わった？そんなことない？変わった！12の方だけですね。第12、 D 山さん、ありがとうございました。ギリギリおめでとうございます。今日は本当にありがとうございました。またお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はだやだ、皆様ありがとうございました。皆様もぜひごひいきによろしくお願いします。このバチバチまつげ落とすのもったいないなって今思ってるから、みんなスクショしといてもいいよ。私最近アイライン薄め、アイライン少なめでまつげめっちゃ上げてマスカラ多めにはまってるんです。お疲れ、ありがとうございます。綺麗なまつげ、まあ昨日みたいな言い方しちゃった。それでは皆様おやすみなさいませ。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。いい夢見むらー。バイバーイ。